スペクトラムブランズホールディングスはアメリカ合衆国の多角的企業フォーチュン500の医者レイオバックの後継企業で2005年に設立されたレイオバックは1906年にフレンチバッテリーとして創業して以来ウィスコンシン州に拠点を置いていた同社はレミントン、ブラックデッカー、ジョージ・フォアマンおよびラッセル・ホブスのブランド名での家電製品 スペクトラサイドおよびガーデンセーフのブランド名での芝生および庭の手入れ用品、並びにカッター及びリッペルのブランド名での防虫剤の製造および販売を行っている。スペクトラムはアクアリウム用品およびペット用品においていくつかのペットケア企業を傘下に持つ。アクアリウム用品分野では、テトラ、ウィスパー、マリーノランド、パーフェクト、ジャングル、インスタントオーシャン、ビジーサーム、 およびその他の製品ラインを所有する。ペット用品分野はディンゴ、ネイチャーズミラクル、レイジーペット、ワンダーボックスなどから構成される。両分野の生産ラインは、オハイオ州シンシナティに拠点を置く、ユナイテッドペットグループに集中している。スペクトラムのハードウェアホームインプルーブメント部門には、クイックセット、ボールドウィン、ナショナルハードウェア、フィスターなどのブランドが含まれている。 2018年2月26日、同社は支配株主である HRG グループと合併することを発表した。2018年の時点でスペクトラムブランズはフォーチュン500リストで422位にランクされている。スペクトラムは2018年1月にレオバックの長年の競合会社であったエナジャイザーにバッテリー部門を売却した。売却までスペクトラムはレオバック及びファルタの ブランド名でバッテリーを製造を販売していた。2018年11月、同社はグローバルオートケア部門もエナジャイザーに売却した。レオバック単 1K 乾電池、フレンチバッテリーカンパニーは1906年、ウィスコンシン州マリソンでジェームズ・ボーウェン・ラムゼーによって創設され、アルフレッド・ランダウが最初の社長に就任した。1910年、ランダウに代わって、 チャールズ・フレデリック・バーチェスが社長に就任、会社は収益を拡大した。1915年に火災で工場が消失した後、バーチェスは独立するために会社を離れた。第一次世界大戦中に生産量が増加し、1920年までに同社は従業員数600人、売上高274万ドルに達し、1931年には、 従業員数千人となった。1930年に社名をレイオバックに変更する。それは当時の新技術であった電子線と真空管から取ったものである。1933年、同社は最初のウェアラブル真空管補聴器の特許を取得した。第二次世界大戦中、レイオバックはアメリカ軍に約5億個のバッテリーを供給した。この結果、 同社は勝利への大きな貢献に対して発行の陸軍海軍 E 賞を授与された。イギリスでレイオバックのブランド名でバッテリーを製造販売するため S v インダストリアルを親会社とする子会社が設立されたが1972年に廃業した。レイオバックのバッテリーはその後もブリティッシュエヴァレディ社が製造を販売した。1988年に社名はレオバックに 簡略化された。2003年に、レイオバックは事業の多角化を決定し、バッテリー関連以外の会社を買収した。その中には、レミントンプロダクツや、ユナイテッドペットグループが含まれた。2004年に、レイオバックは、ラジオシャックのバッテリーサプライヤーとして、エナジャイザーを引き継ぎ、ラジオシャックで独占販売されるエナーセルブランドのバッテリーを製造した。2005年1月、 レイオバックは、ユナイテッドインダストリーズコーポレーションを現金及び、株式約4億7、600万ドルで買収した。ユナイテッドインダストリーズに含まれるブランドは、ビグロ、スペクトラサイド、ストグリーンの芝生製品、カッター、ホットショット及びリペルの防虫製品、マリーノランド、パーフェクト、及び 8-in-1 イインンブランドのペット用品などである。2005年には、 アクアリウム用品の主要企業であるテトラを買収した。この多角化により、レイオバックは、社名を、スペクトラムブランズに変更した。レイオバックは、ファルタ、ニングババング、マイケロリット SA などの他の電池会社も買収した。マイケロロリットの買収には、ブラジルでのレイバックの名称の権利が含まれ、同社には、レイバックの名称に対する、世界的な権利が与えられた。この買収により、 レイオバックは、ラテンアメリカの大多数の国々でのプレゼンスを強化した。レイオバックはこの地域でよく知られたブランドである。買収により借金が増加したスペクトラムは、テドラ、マリーノランド、インスタントオーシャン、ジャングルのブランド名で展開するアクアリウム製品と、ディンゴ、ファーストラックス、8イン1、ネイチャーアズミラクルのブランド名で展開するペットケア製品を含むペット部門を売却しようとした。 ヘッジファンドのハービンジャーキャピタルが所有する家電メーカーのソウルトンはペットケア部門を購入するために約6億9200万ドルの現金を支払うことに同意したがこの取引は2008年7月14日に破綻したホーブス氏及びウォールストリートジャーナル氏によると売却はスペクトラムの主要株主によって拒否されたがこれはおそらく取引されるブランドが スペクトラム側が想定していたよりも低く評価されたためであろうとされる。2009年2月3日にスペクトラムは連邦倒産法第11章を申請した。同社は後に2009年8月28日に破産した。チャプター11の申請以来、スペクトラムは2010年度第2四半期の利息、税金、原価消却費及び消却前の売上高及び調整後利益の 前年比の増加を発表している。スペクトラムブランズの一部門であるレオバックは、親会社のスペクトラムブランズが、ジョージア州に本社を置いていたにもかかわらず、レミントンプロダクツと共に、ウィスコンシン州マディソンに本社を置いていた。2010年4月15日、スペクトラムブランズは本社をマディソンに移転すると発表した。スペクトラムブランズは、2013年10月に本社を、 マディソン郊外のウィスコンシン州ミドルトンに移転した。1954年4月、岡田乾電池との共同出資で、日本レオバック乾電池株式会社を設立し、日本市場に参入するが、1957年より、東芝が経営参加し、1982年には全株式を譲り渡し撤退している。 スペクトラムブランズは2010年6月16日に以前サルトンインクとして知られていたラッセルホブスインクとの合併を確定し新しい30億ドルの消費財会社を設立したラッセルホブスのブランドにはジョージ・フォア・マングリルトストマスターブラックデッカーホームアプライアンスラッセルホブスなどがある2015年4月28日スペクトラムブランズは テキサスのオークマ万長者のヘンリー・サリバン・リチャードソンとクリストファー・ーマドックスベースが所有する C3 ホールディングスの協調融資でアーマードオートグループを買収し自動車用品供給事業に参入した。同社はアーマオールや STP のブランド名でカーケア用品を製造している。2018年1月16日、レイオバック部門はエナジャイザー20億ドルで買収された。 2018年2月26日、スペクトラムブランズは支配株主である HRG グループとの合併を発表した。この動きは同社のバッテリー部門がエナジャイザーに売却されるまでは影響を及ぼさない。合併後の会社はスペクトラムブランズホールディングスという名前でティッカーシンボル SPB で取引される。同社はミドルトンに残る。 レイオバックの単 1K 乾電池レイオバックは単4から9トサイズのアルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、補聴器電池、リチウムフォート電池、特殊電池及び携帯用充電器を製造する。さらに、レイオバックブランドの下で様々なポータブル LED 懐中電灯や提灯が製造されている。ありがとうございます。